賞を行っていきたいと思います。サンフレッチェ広島レジーナのことだったり、新スタジアムでのねサッカーの話とか、新しいスタジアムについてなどなど話をね聞いていこうと思いますので、1時からね特徴始めますので、なんかちょっと始まったかなみたいな皆さん思ってますかね。さっきご飯食べに行った人はよかったら戻ってきてくださいね。特徴始まるので皆さんよかったらね戻ってきてトークショー参加してもらえれば嬉しいです。よろしくお願いします。すごいベンチ準備万端、いつもありがとうございます。すごい今日もこのままずっといようかなって、あ、こうはい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 すごい、もうイベント気なりしますね、ここにね、よくわかってる。じゃあ行きましょうか。ではお呼びしようと思います。西原瑞希さん、そして中島浩二さんです地域コーディネーター兼普及部コーチとして今働いています。西原瑞希です。よろしくお願いします。お願いします。野崎さんも、はい、よろしくお願いします。僕は、はい、賑やかしに行きました、ね、もう最初からずっといるんで、ここのことは熟知してます。設立から最後までいますので、はい、よろしくお願いします。いや、西原さん、中地さんいてくれたら安心しますね。いや、ありがたいですねこれ僕ポスターに載ってないんですけど、うん、急遽苦手だと喋るのが苦手だということで、うん、ヘルプに来たんですけど、はい、でも本当なんかね練習後とかずっと喋ってるし本当に苦手なのかなと思って、おしゃべり得意そうなんですけどね。おしゃべり苦手ですけど、トークショーは、トークショーは苦手ですね。いつも通りやってくださいもんね。トークショー30分って今まで一人で30分やったことあります？一人でですか？はい、一人も掛け合いでいろんな選手とかやったことあると思うけど。あ、そうですね、でも10分が限界ですね10分が限界、はい、10分が限界です。今日3倍、はい、3倍あるんでちょっと心配です、うん、大丈夫か？はい、大丈夫。中地さんやるから。あ、でも僕、元気丸か何か見てると思って、生放送でしっかりやってましたよね。いや、あれ本当足元がガクガクしてました。嘘、はい、あれすごかったですよね、思った、ね、いやちょっとねめっちゃしっかりしてて、そう、生放送って難しいじゃないですか、この時間喋りすぎてもダメだし、うんうん、あ、そっか、喋りすぎてダメだからちょうどよかった。そういうことです。むしろ逆に台本があってしっかりしたやつは OK ってこと？そうですね、枠組みがあった方がもう、そう、あ、フリートーク系の方が、あ、うん、そうですね、難しい難しい。本当によく思い出しましたね。マジですごかったですよね。よくっていうかそういう印象があります。だからなんか苦手って聞いて、え、ちゃんと喋れたのって思ってましたもん。あ、本当だ。すごい、ずっとやってる MC みたいでしたもん。本当ですか？うん、でもアナウンサーの人が本当にすごいです。やっぱり、うん、なんか普通にいつもテレビで見てますけど、やっぱり現場立つとやっぱアナウンサーの人すごいなって思いますね。あとあの時満田選手にインタビューもしてましたよね。そういえばそうですね、ね、はい、インタビューもできるじゃないですか。はい、ま、できると思います、はい、頑張れば。でも今ってそういう仕事とかも増えてきてるんですか？そうですね、増えてきて人の前で喋ることが増えましたね。うん、はい、まだまだでもまだまだですね、ちょっと緊張してます。うんうん、え、普段は どんなことをしてるんですか、お仕事は？普段は、週2日から3日で、サッカースクールのコーチをしてまして、はい、で、
まあ、こういうイベントに出たりとか、あとはレジーナ の試合の前座のイベントを企画して実行するみたいな形で今は、うん、仕事してます。企画もするんですか。そうですね、今、うん、企画もさせてもらってます。うわすごい、いろいろ考えてアイディア出してるんですね。そうですね、アイディア出してますけど、うん、なかなかこう新しいアイディアっていうのはなかなか出てこないんで、うん、もうちょっと募集したいって感じです、うん、募集したい、ぜひ、ね、聞いてみたら、あ、どんなんやってほしいみたいな。そうですね、聞きたいですね。ちょっと聞いちゃいましょう。聞いてみたら、せっかくだから、はい、もう聞いちゃいます。すごい早い、ね、最後の方に大体質問したいの初っ端から、5分経ってないですね。聞いちゃいましょうもう、ね、聞いたらすぐ皆さんアイディア出るんですかね。なんかこんなのレジーナか、もうちょっと後で聞きますね。考えたけど、もう一回トークショー頭全然入ってない。そっちばっかり持ってられるっていうね。めちゃめちゃ面白い。いい、でもこの目の前にいる感がすごい、ね、近くて。そうですね、もう本当距離感が近くて、ね、まあ、いいですよね。いいですね。はい、さあ、さやらさん前、ウォーキングイベント横川から新スタジアムまでイベントがあったんですよね、はい、あれってどんな感じで行われたんですか。は、前回もこんな感じでトークショーさせてもらって、本当に人数が多くて、1人から4人ぐらいまで、あって、みんなでそれぞれこう新スタジアムまであるっていう感じでした。1グループどれぐらいいるんですか。1グループで本当に多くて30ぐらいいたんじゃないですかね。すごい、100人以上ですか。多分そのぐらいいたと思います。へえ、それウォーキングイベント参加されたりは。あ、しました。あ、すごい、そうですね。楽しかったですか。楽しかった、楽しかったって言わせてますよね。絶対楽しくないってこの中では言えない、この状態では。歩くの20分ぐらいですよね、約。そうですね、多分普通にストレートで歩いてたら20分ぐらいなんですけど、その時は結構横川の街並みをこう紹介してもらいながら歩いたので、結構時間はかかったと思います。そこはなんか横川ビクトリーロードって言って商店街のところ。そうです ね商店街入って、だいぶ紫な感じになってますよね。そうですね、本当に変わっててびっくりしました、ね、で、なんかお参りするところあるじゃないですか。あります、神社。はい、あそこでお参りして、そこから新スタジアムに向かって、あの川沿いで新スタが見えた瞬間とか、あの景色すごいいいですよね。いや、本当になんかこう横側から新スタまでこんな近いんだって、なんかやっぱ歩いてみないと分かんないなって本当に思いましたね。でもずっと見えてるから近く感じるっていうか、真ん中も色が見えてなくて行くのにパッてすぐ目に入るから、なんとなくね、もうすぐついつくんじゃないかっていう感覚はあるのかもですね。でもさっき調べたんですけど、 Google であれ調べたらここから 1.6 キロです。 1.6 キロ、はい、スタジアムまで、徒歩で、あっち側の橋通ってですね、あの最短で行くと、なるほど、ちょうどいい感じの距離で。そうですね、あるよね。だって今からの季節、あそこ桜がめっちゃ綺麗に咲くから、春すごい綺麗だろうなと思います。そうですね、あんまちょっと桜の季節に歩くことがないんで、ちょっとぜひ今後行ってみようかなと思います、で結構ね、花見スポットですね。あそこすごい多い、ベンチもあるから。何回もしてました僕、ですあのスタジアム の, あのすぐあの土手のところ、今まだある残ってるじゃないですか、そこで花見毎年とかやってます。マジですか。全然、普通にプライベートで10年ぐらい前とか、コロナなるまではずっとあそこでみんなで集まってやったりとか、結構してました、ね、でもあそこ結構みんななんか遊んでる人いっぱいいますよね。なんかボールとかも蹴れたりするんで、うちの子たちもあの辺でだから花見しながらボール蹴って、川に入って川入って取ったりとかしてました。このくらいグイグイ喋んなきゃダメなんですか。そうですね、勉強、になりますもん。でも横側はね、
ホームですもんね。あ、そうですね、ホームですかね、もともとはね、あれ、アンジビオレでもね、はい、はい、そうですね、うんうん、練習したりしてましたもんね。はい、この辺でよく練習してたんで、うん、はい、そう、ちょっとさっき打ち合わせでチラッと聞いたけど、横側のイメージはどんな感じですか？横側のイメージですか、うん、横側のイメージは、なんかあの、ほんと商店街にあの知り合いのおじいちゃんやおばあちゃんや、うん、あの、うん、まあ、商店街の人ですね、うん、がもうこう絆深くこう活動してるっていうイメージです、うん、ね、濃い感じがすごい仲間な感じがしますよね。あ、そうですよ、仲間って感じです、うん、え、歩いてたらじゃあなんか今日これ食べていきたいみたいなそれはない。いやでもなんかやっぱ声はかけられますね。おさいちゃんみたいな感じで、はいはいはい、通ったら、まあ、声はかけられますね。ちょっとこれ美味しいからね、おはぎ食べていきとかみたいな、ね、あ、そうですね、まあ、それはまあないです、ないですないですね、そんなはもないない、はい、それちゃんと買わないといけない、ね、そうですね、いや欲しいな、そこはアットホームだったら欲しいなでもなんか本当ここから歩いていくから商店街でお昼ご飯食べて、あの新スター行ってもいいし、買って終わった後ここで飲んでもいいしみたいな、そういうのはいいですよね、はい、結構飲み屋さん結構多いので、うん、いろんなところで食べたらいいと思います、うんうん、ね、すごい美味しいよね、焼肉だったら結構美味しいですもん、うん、いっぱいありますもんね、そうですね、商店街、はい、ね、はい、皆さん横側でも食べられたりします？ご飯、うんうん、ちょっとうなずきが少ないですね、うん、うなずかせてますあ、どうかなと思ったらちょっと待って、じゃあこれからですね、皆さんね、これからねすごいね、いや、すぐ横でもね、お餅売ってるんですよ、あれ、うんうんうん、サンフレッチェのね、うん、前の北海道とかでも売ってた、はいはい、でも結構、ゆかりあるんですよ言っても大丈夫ですね、はい、あれ、あそこ、すぐ横であそこ、川岡食品さんっていうお餅屋さんが今あるんですけど、うん、あそこで、あの、高校卒業してすぐ、あの、アルバイトしてあの、お餅売ってましたなんですって、さっき話しかけられて、うわーみたいになったからねで、どこで売ったりしてたんですか？わー、なんか、本当あれですね、フレスタの中で結構やってるんですけど、うん、まあ、あの、いろんなところのフレスタの、まあ、一部あの販売したりとかしてて、うんうんうん、まあ、余ったら食べちゃうみたいなのをやってました美味しいですよね。いやすごい美味しいですね、はい、この後ね、分配するんですよね、ここあ、そうですね、久しぶりにあの頃を思い出して横でそうですね、ほんまにやらせてみよう、本当にやらせてみよう、やらせてみようかぜひぜひ地域コーディネーターでね、そうか、繋がないとそうですね、繋いでいきます。ちなみに何がおすすめ、おいしかった、好きなの？うん、いやだからいろいろ種類あって、うん、ほんとおはぎとかも美味しいですし、うん、あといちご大福とかがやっぱ美味しいですね、へぇ、うんうん、結構美味しいイメージです。え、和菓子好きなんですか？和菓子ですか、うん、いやなんかお菓子好きなんですよ全般、はい、なんで和菓子も大好きです。じゃあこの後グッパンに、あ、はい、時間があれば皆さん買ってくれますよね。あ、ね、あ、ぜひぜひ、ね、これも難しい強制的にもう買わされる、ずっと頷かされるえ、でも販売してる時とかって、え、声とか出せるタイプですか？その時に言われたのが、うん、なんか売るっていうよりも、うん、もうとりあえず大きい声を出せって言われたんですよ。はい、めっちゃ大きい声出したんですよ、うん、私の割には、うん、そしたらなんか皆さんなんかかわいそうだなと思って買ってくれるんですよへえ、販売員さんの感じがなんかちょっと思い浮かばないから、もうその通りです、はい、ねえ、ちょっとチームメイトからは不思議ちゃんって、そうですね、ね、はい、言われてましたもんね、はい、まあ、その時は頑張って声出しました。うわじゃあそういうのもできるというかね、そうですね、はい、やろうと思えば真面目なんじゃないですか、もう与えられたことにはしっかり答えるけど、テレビでも、うん、そこを出ろって言われたら、うん、もうそれをしっかりやりきるし、うん、声出せって言われたら声出すし、うんうん、ここでもね、読書頑張ってきてねって言われたらそれに対してしっかり真面目にね、うん、やってくれますし、はいはい、そうですね、だから言われたことはできるんですけど、しっかり、うん、それ以上のことはできないんですよ
う範囲内でしかでも企画出したり今それ以上のことを多分 できるようにならんと、はい、もう27歳になるんで、ね、うん、頑張んないといけないちょっと聞いてみましょうか、じゃあ一回企画ありがたいですね。あ、じゃあ、ね、ちょっと聞いてみる、ちょっとステップなんで、あ、どうですかって聞いていいですか。うんうん、聞いてみる。いや、もうみんなもう下向いてめっちゃ見えそうだ。じゃあ調べるやつ、はい、下向いたんで、我こそはじゃあっていう誰か犀原さんを助けてあげようかなっていう方はなんかぜひこんなのいいなっていう、まあ、何でもいいよ、ね、何がヒントになるかは試合の どんなこと聞きたいですか。試合の日何かしてほしいの。あの前座なんですけど、うん、今まではウォーキングしたりとか、うん、あとサッカー教室したりとか、うんうんうん、なんかグラウンドでできるようなこと、うんうん、何でも、あー、なるほど、はい、なんかストレッチしたいですとかでもいいですし、はい、あ、自分が参加してこんなことしたいみたいなの。そうですね、グラウンドの中で 何がしたいかみたいな。あ、レジーナの試合見る前に何かしたいこと、はい、そうですね、あ、そうだったらなんか、あ、助け舟、いいですね、あ、このレジーナの選手が試合前だったり試合後にやってるストレッチのメニューをやって、あー、おー、面白い。ストレッチのレジーナの選手がやってるストレッチのメニューがやってみたい。それはもうぜひ、ね、すぐできると思います。それちょっと犀原さん教えてとか。あ、そうですね、もう私が中心になって、おあの、あー、みんなにやったらめっちゃいい意見。いや、もうありがたいですね。うん、それあれでしょ、チームが自分が考えたみたいに。あの、上司に伝えますすぐに。え、すごい面白そう。いや、面白そう、めっちゃいい。いや、やったことないです、今まで。ねえ、はい、面白かった。え、そんな感じでちょっとやってみたいなってことあったりします？なんでも。いやー、目が合わんじゃあ、またここ。じゃあ、評判良かったこととか、なんか評判良かったの、今までやったことで、これすごい良かったよみたいな、うん、評価を。あー、これが面白かったみたいな、どこで今まで見とって、見とって面白かったこと、またやってほしいこと、うん、みたいな。何が面白かったですかね。レジーナの試合とか見に行ってこれまたやってほしいなみたいなめっちゃ皆さんに頼っとるじゃないかねえ、なかなかね。レジーナのいいところ、レジーナ、あ、じゃあ先に、ね、サイラさんがレジーナのいいところ、レジーナのいいところですか、うん、なんかサッカー以外のことで、うん、例えばこの前こけら落としあったじゃないですか、うんうん、その日になんか試合中はめっちゃ真面目に見てるんですよ、うん、だけどなんかハーフタイムになった瞬間もう立ち上がってもう食、フードのエリア、はいはい、もうみんなダーって行って、うん、もうすぐ食事のこととかそういうなんか食事に関しては結構、食通が多いので結構詳しい、まあ、そういう一面もあるっていう感じですね。あの日みんな普通にフードコートいたんですか。レジーナの選手もみんなゾロゾロとそうなんですか。もういなかったですもん、その現場には確かにレジーナの選手っていろんな美味しいお店回ってるイメージがあります。そうですね、もう結構パンとかも詳しいですし、うんうん、あとそう、ケーキ屋さんとかも詳しいですね。うんうんうん、はい。サーガーさんもなんかあれでしたよね、シフォンケーキのお店好きなやつがありますよね。あ、そうですね、緑のところに、緑のところに美味しいシフォンケーキ屋さんがあってね、はい、ぜひ行ってもらえたら。男子にはない情報が、ね、ずっとしてるんですよね。そうそうそう、練習が終わった瞬間、そうそうそう、みんなお茶会が始まる。あ、そうこうやって座って、はい、そういう多分日常の情報交換をして、そうですね、で一回そのブレイクタイム入れた後に、うん、自主練に分かれるっていう。そうですね、なんかアスリート的にはちょっと効率悪いんじゃないか体一回冷えちゃってるしと思ってそういう話を、うん、金ちゃんしたんですよ。そしたら金ちゃんはもう私はもう一回冷えたら動かないんで、うん、先にやりますって言って、若い子たちは一回そうやって喋ってからでも復活できるっていう、うんうんうん、やってたんで、なんかあれ良くないですかアスリート的に先全部終わってからお茶会するのは OK ですよね。あ、なるほど。でもあれは独特だなっていう。確かにね、男子では男子ではない姿もあるんですよね。あれ何話してるんですか。
練習終わった後ちょっと集まってでは、うん、今日のお昼ご飯何食べるとかほらかそういうもう全然関係ない話あやばい冗談じゃなくてほんまにさ本当にもうあのサッカーじゃない話ばっかりしてますね本当にへえ、はい、盛り上がって時間過ぎちゃったみたいなことが多いですねでも確かに金さん福さんは走ってる気がしますねそういう間も本当にはい2人はもうすぐそれ見習おうとかならないいつもなんか金さん福さんの姿を見て頑張ってますって言ってそれ見ながらずっとみんな今日何食べるそうですね見習わないといけないですねね間違いなくでもそのくらいの感じができるぐらい本当仲良しってことですね。あ、そうですね。本当雰囲気がいい。うん。はい、さっきシースタって言われましたけど、はい、ボケロトシの日は行かれてたんですよね。そうですね。一緒に、うん、あの選手と一緒に上で見てました。どうでした？いや本当になんか広島にいんのかなみたいな。こんなスタジアムで見れる日が来るんだっていうのはすごい思いました。うん、はい、すごいですよね。本当あの雰囲気。いや雰囲気すごいです。うん、何が一番うわってなりました？まああれですね、本当パネルがすごいあのあビジョン？ビジョン、はい、大きいやつ？あれなんかちゃんとリプレイしてくれるじゃないですか。なんかあれすごいなと思って。あとは普通にこうもうサッカーが、まあ、トラックとかないんで本当にサッカーに集中して。うんまあ、試合が見れるというか、うんうん、そういうのはすごいいいなって思います、あそこちょっと立ちたかったなっていう気持ちにはなんなかったですか。いやでもなんかあの上の方って結構傾斜がたあのなんていうんですか角度がすごいんで、はい、多分立ったらもう本当前に落ちちゃう。あその立つより自分が立つ立つあそっちそれねここにいる全員で一人だけ違うことを思ってる、ねね、そうですね気持ちはもちろんありますね。ある？はい、本当？ありますあります、うんうんうん、まあ、でもやっぱり、うん、まあありますけど、うん、でもやっぱりあのピッチをで試合が見れる日が来たっていうのは本当に嬉しいです、うん、ね。広島県人だからこそ、はい、なんかねエディオンスタジアムきっと行かれたことはあると思うし、はい、小さい時に、はい、なんかそういう歴史も含めてここにできたのってどうです？いやでも本当にあのスタジアムができるかできないかっていうところでずっともう長い年月を、うん、あの長い年月かかってたんで、うん、もうやっとあのもう本当に市内にスタジアムができたっていうのは本当にすごいなって思いますねえ、はいはい、中西さんも今フローがあったんだけど朝から聞いた方がいいですね。ここで中西さんも僕はこの後2回やるんでそう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 今フローかどうかと思って中西さんの意見はまた後の方がねいっぱい出しちゃうようになっちゃうからそうですね、 ね、はい、あとちょっと新加入選手が広島出身の選手が2人いるんですけど、はい、関係があるんですよね。そうですね、一応関係があって、はいはい、古賀花の選手っていうのが入ってきたんですけど、はい、花野はあの自分が大学の時にあの国体で一緒のチームであの一緒に戦ってるっていうのがいまして、うん、あの一緒にサッカーしたことがあります、はい、どんな選手ですか？やっぱりあのその時私は大学生だったんですけど中学生一人であのチームに入ってたんで、あの本当に大人に負けないぐらいの闘争心がある、まあ、その当時から、うん、まあ、本当に誰にも負けないっていう気持ちが強い選手です。うわー、じゃあ中学の時から知ってるんですね。そうですね、中学校の頃から。いやー、なんかでも本当確かに芯が強そうというか負けん気強そうな感じがすごいします。そうですね、嫌いですね、本当に。うん、はい、プレーはなんかこんなプレーがすごいよみたいな。あ、プレーは、まあ、あのサイズも大きいので、うん、まあ、すごいあのシュートの威力も強いですし、うん、まあ、本当に負けず嫌いっていうところが本当にプレーに出てるっていう感じのイメージです。へー、楽しみ。さあそしてもう一人。あ、もう一人ですね、はい、葉山美空選手なんですけど、うん、私が、まあ、これも大学の時なんですけど、うん、教育実習の時に、高校、違う中学校かに、教育実習行った時にそこにいた、生徒さんで、うん、直接授業はしたことないんですけど、うん、まあ、一緒にこう
サッカーしてるんだよねみたいな感じでその当時喋った記憶があります。うわ、はい、なんかイメージ残ったりしてます。うわでもあ本当サッカーやってそうだなみたいなお互いに思ってると思うんですけどすごいなんかサッカー選手っぽい感じの印象です。なんか高校からね今回一人だけ高校生で上がってきたじゃないですか。きっと緊張がありますよね。いやでもなんかあの選手から聞いてると本当にあの高校卒業してるっていうかその若くてもこう周りにこうどんどん入っていくっていうかこう何ですかね、まあビビらないというかっていうのはすごく聞いています。うわビビらないというのは柳瀬風な選手っていうもうすごい私高校を卒業してグイグイに出てた感じがするんですけど、はい、あそこまでではいやでも負けないぐらい同じ感じだと思う。結構すごいですねそれは。はい多分結構あのまあ彼女の闘争心がすごいと思います。楽しみですね。中井さんなんかどう見てるとかありますか。しっかりまだ見てないか分かんないかレートちょっと、ねそうですね、これからですね。まだ分かんないですけど、おうおうおう、まあ、でも一番大事ですからね、うん、その負けん気の強さとか、うん、なんかすぐ打ち取って込めるかみたいな、うん、そこでやっぱりね結構ねあのすぐ波に乗れるかどうか、やっぱり可愛がられてなんぼだし、プラスやっぱり絶対あの自分より上がめちゃめちゃいるんで打ちのめされるけど絶対に負けを認めないっていうのが大事なんで、もう自分ダメって思ったらそこでもうストップしちゃうんで、クソ今に見てろっていうのが大事なんで、だからやっぱり金ちゃんなんかもプレー見てても一番まだ負けん気ある出してるじゃん。わかる。あれがやっぱり長く続ける秘訣だし上に行く秘訣だなっていうのはありますよね。私金田さんのすごい好きなところサイドだからスローインするのにここなのにめっちゃ気持ちが前からめっちゃこの辺スローインしてるのめっちゃ前来たのがすごい気になるんですよね。めっちゃたまにこうやって下がりなさいって心配に言われてるのがすごい気持ちが前に出てたなと思ってすごいとこ見てますね。あれがすごい気になるんですよ。どのくらい前出るかなっていうのを見るのがちょっと1年でどれぐらい出るか測っといて何メートル出ましたよってすごいあれを見るのすごい好きなんですよね。後半戦これから3月3日、はい、ホームゲームで始まりますけど、はい、注目選手は佐山さん誰ですか。2人挙げさせてもらうんですけど、はいはい、1人は、上野真美選手。お、これまであのリーグあの得点ランキングトップに来てるので、うん、やっぱり彼女が、まあ、先輩なんですけど、うん、あの点を取るとしたチームは負けないっていうのがあって、うん、やっぱり点をまあまあ、マミさんが取れれば多分チームは勝つと思うので、うん、まあ、マミさんのプレーが良ければあのいいのではないかと思って挙げさせてもらいました。あだって連続ですごい得点取りまくってますよね。そうですね、うん、同じ攻撃の選手としてあ確かにどこが効いてて、うんうん、はなんかよくシュート練習とかしてたんですけど、うん、あの絶対入るんですよねシュートが。練習の時から、はい、でだから必ずあのキーパーと逆にシュート打ってるんですよ。へなんかどうやってやってんのかなっていつも見てあの聞くんですけど教えてくれないんですよ教えてくれない、はい、教えてくれない、はい、おうおう教えてくれなくて、うん、いやなんかだからしれっとこう上手なことやってるって感じですね。へそんな感じですか中井さん見てて。全部逆を作って聞くとキーパーは何をしてるのかなと思いますけどあのまあ嘘ですけどでも多分人を見てプレーしてるんですよね。結局あのシュートも強いシュートばっかりじゃなくて、うん、状態での体勢見てループにしたりとかあの、まあ、空いてるコースにちゃんと打ったりとかしてるからその自分の感覚っていうよりはあの多分キーパーの立ち位置とかを見てプレーの選択を変えてるから、うん、それこそ、ね、体重かかってる逆に蹴ったりとかしてっていうのなんで、うんまあ、そこは相手ありきでプレーしてるのかなと思いますね。あなるほど。さあそしてもう一人は、もう一人は、うん小川愛選手だから復帰してきて、はいはいまあ、前半戦なかなか怪我であの出場機会なかったので、うんうん、やっぱり、まあ、小川選手が出ると出ないとではやっぱりもうチームの雰囲気、まあ、何ですかね試合運びとかっていうのは変わってくるので、うん、あの後半戦に期待したいです、ね、あのボールのさばき方はすごいですよね。いや本当にあんなあのキック力
なかなかいないのでチームにも、うんうん、本当に武器ですね。中井さんはちなみに誰が活躍してくれたらレジーナ勝っていきそうかなと思いますよ。活躍してくれたら、うん、まあでも本当に、まあ、点をしっかり取れる人がいれば、うんうん、っていうのはあると思います。そのゲーム運びの中で、まあ、今年去年ぐらいかな、うん、見てるとそんなにやっぱりどの相手ともいいような戦い方で、うん、多分下のチームにも競ったりとか上のチームにも競ったりとかどこでもいい感じでできるんですけど、うん、圧倒チームとして圧倒できるわけでもなかったりするのでどっちかに転ぶ試合で転ぶところで点を取れる選手がいたら、だからそれこそ上野選手みたいなコンスタントに取れる選手がいれば、うん、勝ち点もおのずと伸びるのかなっていう感じがするので、うんうんうん、そういう絶対的なストライカーができればいいかなと、ね、確かにどっちに行くか分かんないっていうのは、なるほどですね。そういう試合で落としたりすることありましたもんね。そうですね、結構ありましたね。ねえ、どこでやってもできるんですけど、うん、っていうところです。レベル自体は上がってますもんね。はい、だと思いますね。さやらさんのアウェーのレッズ戦のようなもう感動的なゴールがあれ、私家で泣いてましたもんめちゃくちゃ覚えてます。上村さんレッズ戦のあのゴールもう号泣しましたよ家でそうなんです、最高でしたもん。ありがとうございます。いや、ね、打たないような感じからのね、ステップほぼ踏んでないそこっていう、うん、あれ独特だなっていうね、うん、なんか普通の状態からバーンって強いの蹴るのはなかなかいないんで、うん、あれは持ち味かなと思って。すごかったですね。急に褒められた褒められた、だって味方の選手も最初どこにやってくるかわからんって言ってたから気づいたパス来たりしてて、あ、見えてないと思ったら来るって言ってた。そうですね、不思議なんだと思います。はい、ということで、はい、30分持つかなと思ったらあっという間の今30分どうでしたか30分そうでしょう、ね、いや、本当、まあ、お二方に助けられながらですけどあっという間でした ね, ねたくさん喋ってますね。全然もう喋られますね。いや、はい、どうなんですかねどうかなって最初に言ってたけど、え、どうでしたか。バッチリでしたね。ねえ、わあ、ありがとうございます。ねえ、自信がつきましたね。はい、自信つきました。ねえ、はい、もう本当に一人でいけそうですね。一人ですか。うん、もうちょっと時間かかってしまうでもこの後、そっち行って声張るんですよね。そうだった、そうだった、声張ってお餅売るんですよね。あ、お餅ですかね。ね、そうだった、そうだった、はい、お前は本当にやるのって言うから確かに、あ、商品並びましたね。商品並びましたはい、ということで、じゃあ3月3日がアルビレックス新潟との対戦ですね。はい、じゃあ皆さんにぜひ来てねということで、はい、一言いいですか、最後。はい、ここまでリーグカップ戦優勝と、あと5号杯ですね、準決勝で、まあ、惜しくも敗退したんですけど、まあ、ここまでいい成績で、まあ、カップ戦は来ているので、まあ、リーグ戦は上位3位を目指して今選手たちが日々練習してくれているので、まあ、エディオンピースウィング広島で初めて試合ができるということで、ぜひ皆さんの応援が力になると思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本当にバッチリでした。はい、これからトークショーが降りそうな感じがしますはい、ということで西原瑞希さん、そして中島浩二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。中島さんはこの後もね、清水浩平さんのトークショーとカズさんのトークショーでね、また出演していただきますのでね。さあ、この15分からですね。はい、フットライブスが登場ということになりますので、お時間までお待ちください。